闇の炎に抱かれてしはいどうも、最近時間ない中でアニメをたくさん見たいため2倍速で通常再生してる男カイトです。最初はめっちゃ早口に感じるんですが、意外と慣れたら通常通り見れるようになりますね。激しいアクションシーンやしばらく画面から目を離すと内容が進みすぎるので画面から離れられませんが、やっぱり今のところ僕の中では時間がある時にアニメをたくさん見てる時が一番幸せに感じますね。そのうち僕の話し言葉が2倍速になったらコメント欄で教えてください。ということで今回スーパーの値札やチラシにツッコミしていきたいと思います。それではどうぞ。キューピーマヨネーズお太り様合わせて日本限り。なんでデブ限定なんだよ。どこの基準でその客層を選んだ。むしろ今時のデブでマヨネーズ飲み物とか言ってるやつの方が珍しいわ。どでかい焼きそばソースマヨネーズ。開業するタイミング、全体的なバランス悪すぎるわ。フォントのサイズとか変えてなんとかできなかったのか。あなたを探してる。チラーメンキン5食入り258円。新種の商品を出すな。チラーメンキンってどっかの筋肉の部位にありそうだよね。こういう誤字も一部含まれた画像ってわけですね。わかりました。次見ていきましょう。北海道の玉ねぎみじん切り、もうお前を流せはしない。セリフだけ無駄に刻む。いや実際刻まれて涙流すのお前のせいだけどね。よくわからない彼氏面セリフやめとけ。今日がどんな日でも何をしてよと。受験生応援合格祈願ほろ酔い各種108円。受験生大体未成年、酒を学生に勧めるな。もっと他に勧めるものあっただろう。当店オリジナル幸楽にお昼ご飯にお夜食におにぎり園。いや値段は結局何なんだよ。商品の情報だけで終わらないで。おにぎり園っていう新しい通貨でもあるんか。おにぎり昨日も買っちゃったよ。おにぎりご奉仕品わけあり小餅ししゃも 100g100円。なんか深刻な悩み持ってそう。人間でいう無理やり男に妊娠させられたみたいな感じ。そうなると魚界隈の闇深すぎなんですけど。タイムバーゲンイカ飯になれなかったイカ250円。どんなイカだよ。イカ飯になれなかっただけでまさかの出来損なやつかい。もしかしたらナルトみたいな感じで落ちこぼれ忍者から捕獲みたいな英雄になれるかもしれないよ。やっぱそれはないわ。おすすめ品宮崎県産サワガニ1匹50円。唐揚げに最適、ペットとしてもどうぞ。ペットとして買うやつなかなかいねえ。スーパーでペットショッピングしないで。数量限定超特価天ぷらや炒め物に福島県産桃498円。お前どんな世界で生きてんだ。桃をその調理方法をメインで調理して食べるやつ近年稀に見る天才だぞ。普通に切って生で食べます。クマのぬいぐるみ19,999円。そこにクマのぬいぐるみ売らないでお願い。なぜそこに置いたら売れると思った。売り場のコーナーの間違いか。取れたて新鮮ババア398円。いや人力売られてる。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。